メ化が決定している Life is Beautiful 公認のアイドルユニット Life Ring 4のイベント Life Ring 4GO イベントではユニットライフリング4より小倉光役の町子さん、渋沢先生役の熊田茜央さん、名の浜エリカ役の南咲さん、五十嵐由紀糸口役の山木杏奈さんが出演した。アニメ化が決定している Life is Beautiful 公認のアイドルユニット Life Ring 4のイベント Life Ring 4GO ライブボル1が2000イベントではユニットライフリング4より小倉光役の町子さん、渋沢先生役の熊田茜央さん、名の浜エリカ役の南咲さん、五十嵐由紀糸口役の山木杏奈さんが出演した。ライフルイズビューティフルの原作は猿宮樹先生が隣のヤングジャンプヤンジャン少年ジャンププラスにて連載中のコミック作品。ライフル射撃が大好きな高校1年生小倉光を中心に千鳥高校射撃部の日常を描いている。そしてアニメ化決定を機に結成されたのが出演声優4人によるアイドルユニットライフリング4だ。なおライフリング4は公益社団法人日本ライフル射撃協会公認の宣伝大使にも任命されている。今回のライフリング4GO ライブボレ衣装に身を包んだ4人が GO ライフリング4を歌いながら登場すると、会場の熱狂はクライマックスに。メンバーの熊田茜央さんは2017年に開催された次世代声優アーティストオーディションアニゾンスターズにおいて若干17歳でグランプリを受賞した期待の新人だ。初めて人前で歌って踊るので緊張していますと手を震わせている熊田さんの様子に、南咲さんが先輩として追っててつなごうかと気遣いを見せていた。同じく新人である山木さんはニコニコしながら聞き手に回っている感じだったが、あんちゃんはこのユニットの両親です。町子さん、彼女は古墳が好きなんです。南さんとアビミライブではブライトデイ、スタンドアップお初披露。4人の絆を感じさせるエモーショナルな楽曲で、4人の歌声の美しい響き合いが。トークコーナーではボックスから引いたお題に応じたトークを展開。町子さんはメンバーと1日入れ替わるならというお題に熊田さんと答え、熊田さんはこの力が高いのはという問いに、南ちゃん、私がトークに入れないときにそっと入れてくれるからと回答。これに対して南さんは熊田さんの姿が自分の新人時代と重なったとのことだった。山木さんはメンバーで怒らせたくない人はという問いに、南ちゃんは怒ったらどうなるか。南さんは高校生に戻れるとしたらという問いに、可愛い制服が着たいと制服について熱弁。流れで今日の衣装を見せる際にくるっと回って V サイン。続くコーナーでは作品に登場するライフルにちなんでステージ上で射撃に挑戦。好きな人を守るイケメン、ご主人様を守るメイドなどのお題の役柄を演じながら射撃をする趣向だ。最後は町子さんが罠を仕掛ける女スパイとして、私はやるときはやる女と射撃に成功。会場を大いに盛り上げた。歌い終えた4人の言葉からは、この日の盛り上がりへの感謝と作品と射撃の魅力を伝えていきたいという熱意が感じられた。ステージラストには次回のライフリング4GO ライブボール2が2019年7月27日東京秋葉原のツインボックス。最後はもう一度 GO ライフリング4を歌うことに。キャスト陣の提案で客席を上手、真ん中、下手の3ブロックに分けて順番にコールする盛り上げパートが作品とともに、アイドルユニットとしての彼女たちの活躍にも注目だ。取材、文中里切り。イベント情報、開催日時、
2019ライフル射撃が大好きな高校1年生小倉光を中心に千鳥高校射撃部の日常を描いている。そしてアニメ化決定を機に結成されたのが出演声優4人によるオールスタンディングマイナオライフリンの2500円公益社団法人日本ライフル射撃協会公認の宣伝大使にも任命されている。今回のライフリング4 GO衣装に身を包んだ4人が GO ライフリング4に会長となった。交代ながら登場すると会場の熱狂はクライマックスに。メンバーの熊田茜音さんは2017年に開催された次世代声優アーティストオーディションアニゾンスターズにおいて若干17歳でグランプリを受賞した期待の新人だ。初めて人前で歌って踊るので緊張していますと手を震わせている熊田さんの様子に南咲さんが先輩としておっててつなごうかと気遣いを見せていた。同じく新人である山木さんはニコニコしながら聞き手に回っている感じだったが、あんちゃんはこのユニットの両親です。まちこさん、彼女は古墳が好きなんです。南さんと熱い紹介を受けていた。ミニライブではブライトレイ、スタンドアップ、お初披露、4人の絆を感じさせるエモーショナルな楽曲で4人の歌声の美しい響き合いが魅力的だった。トークコーナーではボックスから引いたお題に応じたトークを展開。まちこさんはメンバーと一日入れ替わるならというお題に熊田さんと答え、私にもこんな広い時代があったはずだと遠い目を見せた。さんは小道からが高いのはという問いに、みなみちゃん、私が遠くに入れないときにそっと入れてくれるからと回答。これに対して南さんは熊田さんの姿が自分の新人時代と重なったとのことだった。山木さんはメンバーで怒らせたくない人はという問いに、南ちゃんは怒ったらどうなるか想像できないから怖いと答えていた。南さんは高校生に戻れるとしたらという問いに、可愛い制服が着たいと制服について熱弁。流れで今日の衣装を見せる際に、続くコーナーでは作品に登場するライフルにちなんでステージ上で射撃に挑戦、好きな人を守るイケメン、ご主人様を守るメイドなどのお題の役柄を演じながら射撃をする趣向だ。最後はまちこさんが罠を仕掛ける女スパイとして、私はやるときはやる女と射撃に成功、会場を大いに盛り上げた。最後はもう一度 GO ライフリング4を歌うことに。キャスト陣の提案で客席を上手、真ん中、下手の3ブロックに分けて順番にコールする盛り上げパートが歌い終えた4人の言葉からは、この日の盛り上がりへの感謝と作品と射撃の魅力を伝えていきたいという熱意が感じられた。ステージラストには次回のライフリング4 GO ライブボール2が2019年7月27日東京秋葉原のツインボックスガレージにて開催されることが発表された。作品とともにアイドルユニットとしての彼女たちの活躍にも注目だ。取材文中里きり。イベント情報、開催日時2019年7月27日土曜日、会場17時30分、開演18時0分、予定ツインボックスガレージチケット料金オールスタンディング前売り2500円、ドリンク代別途600円必要。